はい、それじゃあ今日も元気で、ね、はい、ロッキー藤井とめぐちゃんこと国際部の西本めぐみです。じゃあよろしくお願いします。お願いします。コロナがまたちょっとうるさいんじゃない？そうですね、だってあの GoTo も全部一斉にもう全国で止めるようになりましたもんね、ニュースで言ってましたけど、うんうん、なんかあれやね、度胸がない感じがするけど、うん、そうですね、うん、あるいはなんか遅すぎたような気もする。あれは 遅すぎるんじゃないかなと思いますけどね、うん、もうすでにあんだけ広がってて、うん、期間もまたしかも短いですから、うん、ちょっと日本はね、うん、行動を早くするかもっと厳しくやるかした方がいいんじゃないかなと思います、うんうん、あるいは全然やらないかあえてそっちの方向で、うん、スウェーデンみたいにね、うん、あのほら集団免疫作るか、はい、あね、だからスウェーデンはどういうになったかというとね、うん、当初ガーンと増えて、はい、死亡者も非常に多かった、うん、今もうゼロ、うん、死亡者ゼロ、ゼロ、もう強いだん特に結構ね、まだ欧州でもひどいとこはひどいですけど、うん、すごいですよね、もう集団免疫ができたんだ、うんうん、で多分中途半端な感じなんでしょうね、日本は今は、うん、うん、あのみんなほら世論を気にしすぎて、うん、世論を気にしすぎてというよりもマスコミが騒いでるから、マスコミの騒いでるのを気にしすぎて、はい、うん、これ誰が一番犠牲になってる？犠牲になってる人ですか？うん、もうお店とか、うん、飲食店と、飲食店と、まあ、あとは旅行関係、旅行関係、旅行関係、うん、ホテルとかね、旅行関係、ね、これ一番犠牲になってるよ。そうですね、うん、キャンセルもね、今相次いでるって言ってましたし、うんうんね、振り回されてます、振り回されてますね。ということで、こう振り回してるのが誰かというと、はい、マスコミ、うん、ね、でそのためにね、はい、このビジネスがダメになっていってしまう、うん、非常に残念やね、はい、はい、そういうことで今日はですね、はい、新規開業向け、うん、上司とお手柄の違い、これは、ね、この教科書にねきちっと言ってます、はい、うん、これ上司とお手柄の違いがどの辺か、第4章だったんじゃないかな、これこれ、ね、はい、第4章、これ皆さん見えますか？ちょっと見えにくいわね、ちょっと小さくて、うん、うん、この本買ってくれたら一番いいんだけど、うん、ね、全てが入ってますからね、入ってる、うん、見えにくいですけど、うん、第4章でね、章ここで何と言ってるかいと、ね、あの上司は、ね、うん、オーラ、経験、非効率、愛情、手間暇かけて、これ上質、はい、ね、お手柄は安い、手に入れやすい、効率的、うん、で、上司の代表的な事例としてモスバーガー、スターバックス、うん、はい、ね、それでお手柄の代表的な事例としてマック、ヨシネア、ドトール、スシロー、サイゼリア、これ分かりやすいのはね、スターバックスとドトール、はい、うん、これ、スターバックスとドトール、めっちゃん両方とも行ったことある？あります、あります、スタバはだいたい値段はドトールくらいって何倍か分かる？スタバの値段とドトールの値段なんで知ってるどっちもなんかよく買いに行きますからなるほど、ね、なんとなくそんな今まで払った感じだとそれくらいかなと思って、うんうん、だからだいたいね、上司とお手軽は 1.5 倍から2倍ぐらい、 1.5 倍から2倍、うん、だいたいね、はい、あのそのぐらいな開くあるよ、はい、実際にこう見てみるとですね、で、これでですね、皆さんに今日まあいろんな話をしますけどね、実際に皆さんどっちを狙わないかんか、はい、で一番やったらいけないのが中間、うん、中途半端、中途半端、うん、なぜか言うとね、あのその下の方にね、これ上行った上質ですね、上の方、はい、たら、それから右の方がお手軽です、うん、だから行くんだったら上司で突き抜けるか、はい、ね、お手軽で突き抜けるか、うん、で真ん中が不毛地帯、うん、ここを絶対やっちゃいけない、ね、中途半端で幻影というのね、うん、これはそうです、右上の方、ね、お手軽も結構行く、はい、上質も結構レベル高い、これはありえない、幻影、幻影、うん、実際できない、うんうん、ということですね、はい、じゃあ元へ帰りますね、うん。
我々ね、こういうふうな選択よくやってるんですね、うん、普通の自分たちの日々の生活の中でね、あの上質を選んだり、ね、はい、お手軽を選んだり、うん、例えばここに書いてる野球の試合をテレビで見るか、うん、こうお手軽よね、お手軽、うん、でスタジアムまで行って観戦する、うん、これは上質、ね、うん、電話をかけるか、あるいは相手と膝を交えて、ね、うん、話するか、うん、今日なんかのこれはお手軽、うん、お手軽オンラインセミナー、ね、これはお手軽、お手軽、うん、実際の、ね、場所に行って、うん、行って行かんでいい、うん、だからこのオンラインセミナーは最近こう非常に助かってるね、うんうん、これがあるおかげでね非常に楽です、はい、うん、でマックね、うん、ファーストフードを注文するか、これお手軽ね、うん、でレストランで気の利いた食事をするか、上質、ノイズキャンセリング機能をついた坊主のヘッドホンに300、これ上質、音楽プレイヤーについてきた安手のイヤホンで我慢するか、うん、イヤホンだけで、ね、だから安手のイヤホンなんか無料に近いやん、うん、飛行機乗った時プレイじゃない、うん、あれ無料じゃない、無料で、ね、無料で、うん、これお手軽、うん、で300ドルと、ね、3万というのはこれはあの上質、うん、それから企業非営利団体、ね、うん、政府なども購買判断にあたってこれとこれらと似たような選択している、うん、以上のような選択が市場でどう行われるかこそが言い換えれば上質と、手軽の天秤がどう触れるか、こそがおびただしい数のビジネスの成功と失敗を解き明かす鍵でもあると、うん、そう取引が考案されてからこの方、人類はいつもの時代にも上質さとお手軽さを天秤にかけてきた。しかし現在はテクノロジーの働きによってこの営みを取り巻く環境の移ろいやすさが増している、うん、上質と手軽の天秤を考えにあたって大まかに述べて以下の5つのコンセプトを押さえておく必要がある。はい、ということでですね、一つ目、上質と手軽、上質さとは断片的なものではなく経験全体を指す。ロックコンサートを例にとればサウンドそのものだけじゃなしに会場で展開される全てを含んでいる。これ全ての経験ね、はい、だからレストラン行ったらもう料理とかそうじゃなしに、うん、だけじゃなしに全ての経験が上質かお手軽か、うん、サウンドの質だけ なら得てして、家庭のステレオで CD を聴いた方が良いくらいだと、ね、うん、アーティストたちが目の前で演奏する姿、照明効果、周りの観客たち、そしてザ・フーやコールドプレイのライブに行ったんだと後から知り合いに自慢することができる、うん、これら全てが極上の経験を積み出す。手軽さとは望むものの手に入りやすさ、あるいは手に入りにくさの度合いを表す、すぐに手元に届くか、望むものが手に入りやすさ、あるいは手に入りにくさの度合いを、すぐに手元に届くかどうか、実行しやすいか、使いやすいか、いくらかかるかなどが焦点になる。安価なものの方が多くの人々が手を伸ばせるため当然ながら手軽だと言えると。音楽の例では iTunes から楽曲をダウンロードするのは手軽なこと、この上もない。好きな時に iTunes、好きな時にいつもダウンロードでき、操作が簡単で値段も安い。その反面極上とは言い難い。同じ楽曲でも音楽情報量は一般に CD の10分の1に過ぎない、ね、音楽情報量というのは音楽情報量っていうのは、うん、これは何かというと、例えばね、はい、今ほら MPEG とかなんかいろんな圧縮されてるじゃない、ね、はい、音楽なんか、そうすると完璧に細かい原音を 100% 拾ってるか、ね、あるいはそうじゃなしにそれを省略してるか、はい、ね、もう一応ほら聞いたらちゃんとは聞けると、はい、ところが原音を全て忠実に拾ってないと、うん、
10%、うん、限界があるんですね、その iTunes でのそう、うん、あだからね、これ非常に上手にやってるの、うん、だからあのほら、あ完璧にね、うん、あのフルあのサウンドのほら、はい、音で聞くようなやつは、はい、もう 100% 完全に忠実なやつでないと、うん、あのそういった装置が生きない、うん、ところがこのほら iPhone とかああいったんで聞くやつは、うんね、装置がそこまでないから、うん、その 100% 弦を開かなくたって、十分満足できるし、うん、開ったって逆に意味がない、うん、それだけ再生能力ないから、はい、だから 100% ね完全に、だからこの 4K とかこの、うん、これも一緒、今 8K まで出てるわね、はい、だから 8K というと非常に細かいあの画像の粒子がね、はい、埋め込まれてる、うん、ところがそれを再生するのが 4K 以下だと、ね、うん、せっかく 8K で撮ったものが、うん、うまくほらあの 100% 中心に再生されてるわけ、うん、意味がないの、はい、うん、ということですね。なるほど、うん、時には万難を排してでも憂鬱のコンサート出かけるだろう、文字通りかけがのない経験、うん、ね、だからその経験が上質かお手軽か、そうです、ただし上質か手軽さの目が私の選択傾向は一定するわけではない、状況に応じて揺れ動き刻々と移り変わる場合もある、うん、しかも自由に使えるお金や時間の高、うん、年齢層などによって優先順位引いては選択の中身が非常に異なる、うん、これね、今この選択の幅がむちゃくちゃ多いでしょ、はい、ね、それとかその時間とかそういったいろんなファクターがあるから、うん、ビジネス自体がこういうふうに考えてみたらね、はい、むちゃくちゃ複雑、うんうん、だから美味しい料理を出したら成功するかというと今もう全然そんな時代じゃないの、うん、ということですね、はい、ちょっと皆さんに理解してほしいのはここでは複雑さです、うん、次にテクノロジーの進歩、テクノロジーの進歩は上質さと手軽さの両方着実に押し広げていくと、テクノロジーやイノベーションの力によって今ある極上の商品やサービスでもすぐに極上ではなくなってしまう恐れがある、これも一緒やね、今これ 4K、はい、うちのこれ全部 4K、はい、ね、次は次4の次ですか、うん、それ50は 8K、うん、8K ね、だいたいこういうのはあのほら倍々でいくからね、うん、8K で、今のほら携帯の電波 の、 あの割り当てなんかは 5G4G、その前は 3G、うんうん、それをだんだんそうなってくるほどほらあの伝達の密度とかスピードが速い、はい、うん、テクノロジーの進歩、上質さと手軽さの両方に着実を押し上げていく、テクノロジーやイノベーションの力によって今ある極上の商品やサービスもすぐに極上ではなくなってしまう、これはもう当然、同じことは手軽さ、同じことは手軽さにも当てはまり、時とともに基準が変化していく、上質と手軽の天秤を、天秤をめぐってはいい、で不変の要素などありはしないと、うん、それから次不毛地帯ね、さっき不毛地帯というのが両方の間あったね、間絶対やっちゃいけないと、はい、やるんだったらこう上突き抜ける、はい、上突き抜けるのが上質で右突き抜けるのがお手軽、うん、これどちらかしかやっちゃいけない、はい、これ非常に大事です、上質さと手軽さ、どちらも秀逸ではない商品やサービスは不毛地帯、要するにどちらともね、うん、秀逸でない商品、うん、ね、非常に優れてレベルが高くないのはお手軽でない、うん、あのほら不毛地帯、うん、消費者にどっちかの経験しか提供できない、不毛地帯には三択空間が充満している、そこそこの質の商品やサービスでも誰の心をも揺り動かさず、なんとなく手に入れやすいというふうに過ぎない、これこそがまさに映画館の現状であると、音楽 CD の売れ行きが低迷しているのも同じ原因による、テクノロジーの進歩に合わせて上質性や手軽さのハードルが高くなっていくため、
それに伴い毛地帯も拡大したり、境界が引き直されたりする。商品やサービスはテクノロジーの発展に見合った改善がなされない限り、広がりゆく不毛地帯に乗り込まれる運命がある。これね、ちょっと恐ろしいけどね、はい、言っちゃ本当に恐ろしいんだけど、はい、ほとんどのビジネスこれでやってるからうまくいかない。どう？ほとんどの、ね、人たちこれでやってるよ、不毛地帯で。うんね、これがね、ほとんどのビジネスがうまくいってない一番の原因、中途半端。うん、でその次いきますよ、幻影ミラージュ。多くの企業の期待と裏腹に、上質さと手軽さの両面で卓越するのは不可能。要するに両方でね、卓越する、お手軽でも突き抜ける、はい、良質も突き抜ける、うん、でそじゃここの股がいく、はい、これは幻影、ありえない、幻の世界、うん、この双方を満たす状況には心引く、くすぐるものがあり、そこにたどり着ける。そうすれば素晴らしい繁栄を謳歌できるだろうと期待をかける企業もある。だが現実には二等企業や商品をは原因を見ているに過ぎず、経営資源や時間を無駄にしてしまって時間した挙句に迷走するだろうと。スターバックスや高級ブランド品を手掛けるコーチにはこの路線を目指して失速したと、うんうん、これね、みんなこれ結構やってしまってる、うん、まあね、うん、すごいいいように見えるじゃないですか、うん、そこをね、うん、あのこれね、今成功してる人たちも過去結構失敗やってる、うん、ここを目指して、うん、そうです。上質の頂点と手軽の頂点、これらは勝ち組になる条件、うん、ヒット商品のほとんどは上質か手軽さ、手軽かのどちらかで他を圧倒している。ヒット商品のほとんどは上質か手軽のどちらかで他を圧倒している。アップルは極上の iPhone を引っ提げて、携帯電話市場に投げ込みをかけ、値が張る上になかなか手に入れないもかかわらず、アップルは極上 iPhone、すみません、立ちどころに人々のハートをつかんだ。ウォルマートは日用品をどこよりも手軽に安く購入できる場を提供して、小売業界のリーディング企業の座を手にした。しかし、そんなことは問題ではない。どちらかの軸で一番になれば市場に君臨できる。はい。はい、これさっきの図ですね。上質が上、はい、手軽が右、中間が不毛地帯。で、右上は幻影。うん。以上の他にも注意を払うべき大切な要素が2つ。社会的価値、はい、うん、人とのつながりや自分の個性は私にとって何より大きな意味を持つ。上質さ、手軽さをめぐる、うんうん、上質さ、手軽さをめぐる他の条件が全て同じ場合、社会的側面を加味することで商品やサービスへの期待度が変わってくると、はい、だからこそティーンエイジャーは携帯電話の着メロに3ドル支払う一方99セントで iTunes から1曲丸ごとダウンロードするのに、うん、高いと口を尖らすのだと、うんうん、iPod に取り込んだ楽曲は自分一人で楽しむだけなんで社会的な価値はないと、うん、iPod にうんうん、他方着メロは電話をかけてきた相手に自分の音楽の好みを伝えてくれるため大きな社会的価値を持つ、うん、このような社会性を持つものやサービスは人々の心を引きつける、はい、次は市場の破壊と創造、うん、
特として新しい商品やサービスが従来の市場を壊して全く新しい市場を創造し、上質さと手軽さをめぐる人々の選択を一変させる場合があると。例えば産声を上げて、まあ、ああいう頃どういったかな、上げて間もない頃、デジタルカメラは他ブランドのデジタルカメラだけじゃなくフィルムカメラとも競合関係にあった、これ最初頃だよね、はい、ところが2000年代にいる頃にはフィルムカメラを市場はすっかり吹き飛ばし、上質さで勝負するハイエンド、テラスが勝負するローエンド、両方の機種が敬遠する全く新しい デジタルカメラ市場を生み出していた。フィルムカメラはどっちかといえばほとんど消費者にとって上質で、消費者にとって上質でも手軽でもなくなり、不毛地帯に埋没してしまった。これでね、ちょっと思い出すんだけど、はいはい、一番最初にね、デジカメ作ったのどっか知ってる？一番日本の研究、世界で。世界ですか、一番最初にデジカメ作ったのは、どこですか？世界ですか？コダック。コダック。フィルムメーカーでね、デジカメやれて倒産した。そうなんです。なんで自分が最初にデジカメ作ってね、作ったのに、なんでデジカメやられたかいと、その経営の方に行こう。じゃあなしにね、これはIT 技術というのは、指数関数的な成長。普通ね、我々フィルムの世界はね、このほら伸び率が直線リニアな伸び方さ、フィルムの、ね、ところがデジタルのジャンルは、指数関数的だから、これ、指数関数的にガンと上がる、だからデジタルの世界と、非デジタルの世界の成長する、ビジネスの成長する、この時間とかが全く異なる、だからフィルムカメラはね、今年こんだけ売れました、来年こうなるでしょう、その時こうなるでしょう、リニア、直線的な。はい、ところがデジタルはそうじゃなしに、ギュッとこういったから、読み間違えた、最初にね、デジカメ作って、頭の非常にいい、コダックのね、もうコダックの連中とはその頃はものすごい優秀な連中やったのね、そういった人たちがね、読み間違えた、リニアのでずっと発想していて、このフィルムレゾリでやってきた、ね、まだフィルムもっともっと食えると、ね、でそれをやらんかったんが富士フィルム、早くから、そのデジカメのこうほら急激に伸びるというのを予測して、富士フィルムは何やったかと、何やったんですか？化粧品、テレビで宣伝してるやん、アスタリスクとか、化粧品、ね、それから医薬品、はい、それからもう一つ持ってるのは富士ゼロックス、はい、だからそういうふうにね、早くからね、それから医療機械とか、高くやって大成功したね、そうするとね、これね、こういうふうなことは全く同じ教訓を我々は与えてくれたんです、で今ね、例えば、外食の世界でもね、同じこと、我々の業界でも同じこと、やっぱりね、我々も今大反省してるのは、製麺機だけの一本足ね、これは危険やね、何年だけの一本足、これ危険や、だからね、これからの時代がどうなっても生き残っていけるだけの方向性、戦略というのは絶対構築せんといかん、ね、どうなっても、ね、生きていける、そうするとね、それを見てたら、富士フィルムとコダックが、片方倒産した、富士フィルムより多かったよ、企業規模、ところがデジカメが一気に伸び出したらもうあっという間、でかい会社が、ところが富士フィルムはしぶとく生き残った、
なんで、ね、いろいろ、うん、いろいろやってた、うん、いろいろそれを見越して見越して、うんね、だから外食は一緒。今回ね、外食やってる皆さんは外食がこんなになると思ってなかったね、はい、まあ、こんなことが起こるとね、うんうん、で特にね、一番影響を受けたのは、ね、外食なくてもどっかへと居酒屋、ね、居酒屋なんか今までどっちかと調子よかった、ね、うん、時代もあったしね、はい、で居酒屋とか夜のビジネス非常にね、うん、あの影響を受けた、はい、だからそれだけじゃなしにね、うん、他のこともやっていく、うん、居酒屋だけじゃなし、はい、ね、だから一番やはり我々をお勧めしたいのは、いつの時代にも不景気になればなるほどね、うん、あの強いのはうどん、そば、ラーメン、麺類、うん、これは絶対にあのビジネスとして持っとった方がいい、はい、ということですね、うん、で上質か手軽か、このどちらかを取るという発想はビジネス、さらに生活上のさまざまな事情を理解するための新たなレンズになる、うん、両者のトレード法を実感するためにグラフ化したような一案であると、うん、ね、これがさっきのやつだったかな、ね、上質さを最高峰に位置する商品やサービスは手軽さには乏しいかもしれないが、それはそれで構わない。手軽さを重視、する顧客は上質さを求めない、ね、例えばモスバーガーは上質、はい、マックはお手軽、うん、今モスとマックとどっちが業績いい今ですか、うんうん、モス、うん、あの伸びの方から言うとモス、モス、うん、ね、実のところ高い人気を誇る商品やサービスは大抵極めて手軽だが、極上とは言えないか、極上とだが手軽とは言えないか、どちらかの傾向にある。上質さ、手軽さのどちらをとっても月並みなようでは、いくつく先は不毛地帯しかないと。だからどっちかへ突き抜けてくださいということね、はい、それから右上は原因ミラージュですよと、うん、後から詳しく説明するが、原因を追い求めるのは無駄骨、うん、上質さ、手軽さのトレードオフが働くと、スタートレックと同じ身の目に見えないトラクタービームのような力によって源を目指そうとする動きはことごとく不毛地帯へ誘導されてしまう。手軽と上質と手軽、ね、良質の先端には矢印がついているが、これはテクノロジーの進歩を表したものだ、うん、テクノロジーの力によって上質と手軽の基準は着実に上昇していく。これに順応しない商品やサービスは基準を満たせなくなり、やがて不毛地帯へといく。これもっぺんグラフ見ると ね、はい、これね、どっちかへ突き抜けてくださいということね、うん、はいはい、じゃあその次いきますよ、ね、これまた面白い、ね、うん、これこの間ほらあの皆さんに説明した、はい、ね、あの利益を隠すにはどうやったらいいか、うん、で、価格設定 ね、はい、ね、最高に売れる金額は600円、はい、絶対誰も買わないのが2000円、ただ原材料比率は、ね、40%、はい、ということは、ね、600円だったら原材料費に240円、800円だったら320円、だんだんこれね、値段だけ上げるんじゃなしに原材料も一緒に上がっていく、はい、うん、だからお値打ち感はそれほど落ちない、うん、で固定費は全部一緒ね、はい、そうすると一食の原価がこうなって、ね、一食の利益がこうなると。でこれによって例えば、最高の売れる金額では100食売れたとするわね、はい、そうするとね、一食あたりが10円の利益だ、これ1000円、うん、これねほとんどの人ここでやってしまって、ね、皆さんね安くなかったらいかんと思ってここでやってしまった、ね、ところが大体ね、上質は 1.5 倍か2倍、はい、うん、1.5 倍だと、ね、600円の 1.5 倍だと800円から、ね、1000円の間ちょうど中間、はいはい、これでも利益まあまあ出るじゃない、はい、ね、1000円と比べたら全然違う、全然違いますね、うん、ね、で一番出るのは2倍、ね、1000円と比べたら2万円20倍、ね、ほとんどの人が遠慮して安い値段をつけてドツボに入ってしまう。これから言うとね、非常によく分かるでしょ、はい、ということでですね、
手軽と上質、この値段の差というのも非常にね、うん、重要な要素になります。はい、それではですね、今日は、皆さんの質疑応答に今から入っていきますね。はい、うん、どこ行っちゃったかな、この部分。ああ、はい、それで新会場、はい、アンケート、はい、では新会業の方のご質問から、ね、はい、じゃあ講義中、読みましょうか。私も出番が、はい、はい、私一つ目読み上げます、はい、講座中での簡易版の事業計画書に触れられてましたので、開示できるのであれば項目や簡単な解説や使い方のポイントをご説明いただけると嬉しいです、うんうん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、それじゃあね、事業計画書の簡易版、これです、これです、これ皆さん見えるでしょう。例えばこの方、北海道の A さん、はい、ね、8坪で実績の店やりたいって、ね、はい、来たんです、はい、総投資額200万、うん、でターゲット20代から30代の女性をターゲットしたいと、はい、で普通ね、20歳から30歳の女性をターゲットにして実績の店で女性たち来るかいと、来ない、来ないね、うんうん、でこの方はですね、稼働日数25日、うん、それで、あれ、昼の客単価は、なし、夜だけ、この方は夜だけ、はい、ね、夜2000円で3回転で、夜の売り上げ6万円、1日の売り上げも6万円、うん、で、25日だから月商150万としてね、原材料費 40% で60万で、人件費が30万 20%、うん、それで水道光熱 10% 15万、はい、家賃が8万円で 5.3%、うん、でその他経費が7万5000円でこれ 5% ね、そうすると経費の合計が120万5千で、利益、営業利益29万5千円、こうやって見ていくんです、はい、でこれがもしですね、これが次の面白いところは、30坪にしてね、40席の店だと女性は来るね、だって一風堂と一緒だ、そう、うん、40席パターンって一風堂と一緒、うん、すると稼働日数、ね、20で、女性はね、夜より昼の方が普通多いわね、うん、まあ、ランチしに行ってくるんですね、ね、女性はね、うん、女性を本当ターゲットするんだったら、これ夜こんなに回転率上がるかいと、これはちょっと違うわね、うん、で、夜で2500円、ね、昼1200円、大体倍ね、うん、で、昼の売上9万6000円、夜10万円で、合計1日あたり19万6000円の売上、うん、というような、ね、これ計算をやった場合ですね、はい、ね、売上は、ね、月間売上こうなると490万、うん、原材料費 40%、 人件費 20%、水道光熱 5%、うん、家賃が、うん、家賃が、32万ね、まあこれは単純に4倍しました、はい、うん、ね、で経費は 5% としてね、うん、やってます、はい、そうすると、うん、経費合計375万、うん、したがって利益は165万、うん、そうです、だから4倍近く、4倍ね、大体、うん、4倍ぐらいね、はい、というようにですね、今から新規で始めるんだったら、うん、29万5千円儲かったって、うん、全然面白ないわね、うんうん、でまず女性たちが入らないというのが一番のね、うん、課題です、はい、で今ご説明したようにですね、うん、この、利益が出るまでのファクターを一つずつこうやってねチェックしていきます、はい、
そうするとね、これ元に戻りますね。それでは別紙の事業計画書の会員版で説明します。最初に下記の1から10の項目を入力します。はい。はい。1、ね、坪数。うん。また席数が出るね。はい。で、総投資額。うん。客数。はい。稼働日数。うん。それから。昼の。うん。客単価。うん。昼の客単価ね。それで、昼の回転率。うん、夜の回転、客単価、夜の回転です、うん。これで何ができるかいと、これで、うん、ね、1日の、うん、昼の売り上げ、うん、夜の売り上げがそれぞれ、うんうんうん、それから13から17でね、うん、この営業時間、これも入れてもらわないからね、はい、うん、13から17ね、うん、で、これから出るのがですね、以上からね、自動計算で分かるのは何が分かるかいと、その下に書いてある10番の昼の売り上げ、はい、夜の売り上げ、12番1日の売り上げ、18番全体の売り上げ、うん、それから原材料費が出ますね、はい、うん、それから人件費率、ね、人件費の率が分かりますね、はい、それから水道光熱費、光熱の率、うん、それから、家賃費率、その他の経費、うん、経費系、うん、利益、最終的な利益、いくら営業利益が残るかというね、はい、これがここで計算できます、うん、この項目はあれですね、うん、さっき見せていただいたの黄色でマークされてた部分ですよね、うんうん、そうですそうです、もっぺんこう見せしますね、はい、これですね、うん、これをね必要な項目、項目を入れていただくと、うん、この黄色い部分はあれですね、最低限こう入れていただかないと出ないっていう、うん、そう、うん、そういうことです、うんうん、黄色い部分を入れていただいたら、ね、こう自動的に出てくると。その下の数字が出てくるということですね。うん、うん、そうです、うん。これがね、会員版だけど、非常に便利がいいんです。会員版でもね、これだけ出たら、すごい分かりやすいですよね。うんうんうん、そうです、そうです。どこをどう変え、その席数、まあ、この場合だったら席数をこれだけ増やしたら、うん、これだけ売り上げが、ね、違ってくるっていうのも、一気にすぐに分かるので、うんうんうん、そうですね、うん、例えばその次の表現の事例だとね、うん、坪数が15坪、はい、席数が 実績、うん、それを私は30坪で40席にしてくださいよと、うん、そしたら結果としてね、はい、うんうんうん、どうなるかいと、うん、利益の差が13万5000円と94万8000円、全く変わってくるね、うんうん、ちょっと固定しとったがやりやすいかな。あ、そうですね。これ、こういうふうにですね、簡単にね、あの、うん、利益計算、うんうん、ビジネスが成り立つかどうか、はい、簡単に計算することができます。うん、はい。じゃあ元に帰りますね、はい、それで、自動計算で得られるのはですね、このぐらいでですね、うん、で、あとですね、はい、原材料比率は最近は 10% ですね、うん、あ 40%、 40%、 40%、うん、で人件費、水道光熱、うん、で水道光熱はまあ 10% 付近ですね、うん、というのは、はい、うどんそば店はね、はい、ラーメン店は、うん、あの茹でるから、あ、そうです、ね、結構水道光熱が、ね、かなり茹で釜があって、ね、うんうん、そうです、うん、これ結構ね燃料代食うんです、はい、10% これですね、うんうん、あとは、うん、それで水道光熱は 10%、うん、で家賃は実際の家賃、
それでその他の経費率はまあ分からないときは 5% ぐらい、うんうん、金利は今回は考慮しない、うん、そうです、うん、でこういうふうな数式でですね、うん、これやっていきます、うん、まあ、そんなに難しくないですね、はい、最終的に利益が最大化するような黄色着色分の数値を調整していくということですね、はい、それじゃあその次いきましょうか、はい、じゃあ次は感想をいただいてます、うん、連続してのセミナーお疲れ様でした。どちらも視聴させていただきましたが、どれもこれも重要なことが説明されていて大変参考になります。無理をすると免疫力が落ちますので、今後とも無理しない範囲で講座の継続よろしくお願いしますっていう。ちょっとなんか見透かされて見えてますかね。ちょっとね、見透かされとったね、今のは、うん、ちょっと 4K でだいぶ映ってるんじゃないですか、うん、睡眠時間がちょっと短かったりして、うん、昨日も4時間ぐらいしか、ね、4時間なんですか、うん、4時間ぐらいしか寝てなかったりして、睡眠は ね、うん、結構ね、この間うち睡眠十分とってたんだけど、はい、最近ほら、むちゃっちゃ忙しいな、うん、そういうの見てたら、うん、もうコロナの後ね、うん、本当にむちゃっちゃ忙しい、だけどおかげでね、これだけ元気、うん、で皆さんにね、もうぜひお勧めしたいのはね、はい、元気でいるための秘訣、うん、体調を整える秘訣、特にこれから冬になってくるでしょ、はい、冬に気をつけなきゃいけないか、何気をつけなきゃいけないかというと、体調、体温を落とさない、体温を落とさない、うん、どうやって落とさないかと、体温を落とさないようにするには、そういう食べ物を食べるとか、温める、うん、食べ物、生姜みたいな、うんうん、それも一つ、ね、うん、食べ物も一つ、はい、一番いいのはね、運動、あ、運動、筋肉、筋肉がないと、うん、ね、体温が下がる、ね、筋肉あります、体温は下がらないです、ね、筋肉、はい、だから筋肉をね、減らさないこと、うん、筋トレとかがやっぱり、そうです、筋肉をね、どん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 増やしていく、うん、で、同時にこの外へ出るときは、ね、うん、無理しないで、うん、できたら体を温めておく、はい、身につけるものを身につけたりしてね、うん、体を温めたりしておくことも非常に重要、うん、で寒になってね、私でも寒いなと思ったらね、はい、運動する、はい、ね、もう動いてあった、うん、まあ、今15,560歩もうすでに、ね、もうすでに歩いてます、うん、朝からもうずっと散歩してね、うん、寒い中ね、はい、今もう寒い中を、そこもかなり寒いですよ、うん、寒い中ね、朝3度、うん、ね、朝気温3度、その中を歩く、ね、そうすると体温を上げるのはね、うん、その歩いたりね、私は昔少林寺拳法やってるから、はい、そのとにかく体を動かして体を温める自分で、うん、これはものすごく大事だね、うん、だから食べ物も美味しいし、はい、うん、日々の運動も、うん、そうです、そうです、取っていただいて、ちょっと皆さんね、見透かされてしまってたんで、ね、今後ともね、見透かされないように、ね、もっともっと見透かされないように頑張ります。今日も、ね、本当にご心配かけてありがとうございます。はい、皆さんどうもありがとうございます。来週またお元気でお会いしましょう。来週もまた同じ火曜日で、同じ時間でですね、うん、はい、じゃあ今日もまたアンケート後ほどお送りさせていただきますので、うん、今日のまた内容でご質問があればどんどん、本当はね、もっともっと質問欲しい、はい、うん、たくさん質問欲しい、どんな質問でも、うん、質問がね、最近ちょっと足りない、今日求めてます、うん、今日もこれ一つだけだったからね、うん、できたらもう質問をね、皆さんたくさんください、うん、私がね、答えるのが大変なぐらい、ね、うん、の質問、はい、うん、ちょうなるような、うん、うなるような、ね、トイレでうなんじゃないトイレでうならないですよ、ここでうなってください、ね、そういう質問を皆さんが待ってますので、はい、お願いします、はい、お願いします、はい、じゃあまた来週、はい、また来週お元気で元気でお会いしましょう、はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。はい。